アレンドルーフはドイツ連邦共和国ヘッセン州西部のバルデック・フランケンベルク軍に属すマチソンである。アレンドルーフはフランケンベルクとバッテン、ドルフとの間のエーダーガーの谷に位置する。ブルクバルトの西、エーダー山地のブライテシュトルートの東にあたる。アレンドルーフの人口は5581人で49.44%が男性。 50.56%が女性である。外国人比率は10.5%で、その62%がトルコ系住民である。アレンドルフはバルデック・フランケンベルク軍内の全市町村中、最も平均年齢が若く、外国人比率が高い自治体である。さらに、アレンドルフにはドイツ連邦外で生まれ、ドイツ国籍を持つ人の数も軍内で最も多い。 町内には64のサークルや教会がある。3園の幼稚園が、教会の運営家で園児の面倒を見ている。これらの幼稚園は、町の経済的支援を受けている。アレンドルフ町内には、9つのプロテスタント教会と一つのモスクがある。アレンドルフは、北はブロムスキルヒ園、東はフランケンベルク、南東は ブルクバルト、南と西はバッテンベルクこの町は中核地区のほか以下の地区からなる。カッコ内は文献上の書室の都市である。アレンドルーフは1107年にクニムント博からヘルスフェルト帝国修道院への寄進状に初めて記録されている。1567年にこの町はアムト・バッテンベルクと共にマールブルク港に属し、1623年に ヘッセンダルムシュタット砲白領となった。1866年にプロイセンのバッテンベルク軍に属し、1932年にフランケンベルク軍、1974年にバルデック・フランケンベルク軍と変遷した。1971年のヘッセン州の地域再編に伴ってバッテンフェルト、レンナーテハウゼン、ハイネ、オスターフェルト地区を含む自治体アレンドルフが成立した。 アレンドルフの町議会は31議席からなる。クラウス・ユンゲンは1999年からこの町の町長を務めている。アレンドルフ駅、アレンドルフは連邦道 B236 号線と B253 号線の交差点に位置している。ルールエーダー鉄道とウェーエーダータール鉄道の分岐駅のアレンドルフ駅は旅客営業を停止しており、 貨物輸送だけに利用されている。このほか、アレンドルフには小さな飛行場がある。ありがとうございます。